ミーミュージックと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。恋愛運最下位に選ばれたのは森谷茜さんです。思った。いや、なんかツメツメって言うからぶつかってるなと思って。さあ、先生のお隣へ来てください。うわ、モテなさそう。あ、そうですね、辺と作り、ここね、通り道がないので、ぎゅうぎゅう、はい、森谷さんがやっぱりこう拒否していると、そうですね、循環を拒否してるというところになってるので、上もくっついちゃって、もう何なら3箇所ぐらい、ね、難しいところありますもんね。だから俺と目があったのも気づいてくれなかったんだね、拒否してるから。そっか、完全に澤部さんは目があったんだもんね。そうなんです、あったんだから。破っていいんですか？破ったらね、輝きを破ったら泣くんじゃねえよ。泣かないで。何？大丈夫だよ。開けろ開けろ、今すっごい開けて書いとけば。そうよ、もうすっごい、もう大丈夫、大丈夫だから。すぐ、お前国章されてるか、おにゃんこ時代の負けず嫌いがすごい。